コラテン語は古典記より前のラテン語を言う。コラテン語の特徴が見られる広大の作家として、オーカトやプラウトスが挙げられる。コラテン語では最初期は以下の21文字のアルファベットが使われた。下段には現在の字型を記している。これはほぼ西方ギリシア文字、初期のエトルリア文字のアルファベットを踏襲した。ただし、シータクサイファイプサイの文字を取り除いている。C、は、 G の音を表す。5つの母音字は長短両方を表したが、文字の綴りでは長短の区別はなかった。母音は座半母音字は2つの音化を持った。紀元前3世紀になると、エトルリア語の影響により、C が K の音を表す主要な文字となり、それまでの文字 K の使用は少数の語中で、かとして残るのみとなった。また、G の音を区別して表すために、それまでの C を元にして新たな G の文字が作られ、アルファベットの7番目の位置に置かれた。コラテン語秘文、ただし1列は右から左、2列目は左から右、3列目は再び右から左へと交互に表記されている。文学上の資料が現れるのは、前3世紀以降であるが、秘文や遺物に記された断片は、 全7世紀のものまで出土している。主な出土物を一家に挙げる。の文字は、ラテン語の F の音に対応させ、ラテン文字の F となった。AB ラテン語に不要となった Z の音ではあるが、最初期のアルファベットはギリシャ語のデータに当たる文字は取り除かれなかった。紀元前3世紀頃にもはや不要と判断された Z に代わって、この位置に新たな G の文字が置かれた。 なお古典ラテン語の時期にやはりギリシャ語由来語を表す必要から文字 Z が復活した。V はギリシア文字のイタイアザ型。ラテン語は V の発音及びそれを表す文字を持たなかった。後世にラテン文字 V が V の発音を表すようになった。またボインアザ、V、U は後世に字型を U へ変えた。エトルリア語の影響により ce, ci, co, qv, ca もしくは、かと綴り分けされるようになった。例えば、コレンドイとカランデイの二通りの綴りが使われた。ありがとうございます。